総海大軍は海上自衛隊の自衛艦隊に属する総海部隊である。有事の際の機雷戦を主任務とし、第二次世界大戦時に設置された機雷の処分も行う。1945年の降伏に伴い、ポツダム宣言に基づいて日本は非軍事化され、大日本帝国海軍も解体されることになった。しかし、終戦の時点で日本近海には、 日本海軍のカカリーキラ55,347個、連合軍の関王キラ6,546個が残存しており、占領にあたって大きな障害となることが予想されたことから、連合国軍最高司令官総司令部の指示に基づいて9月18日には、海軍省軍務局に総会部が設置され、さらに10月10日には6個地方総会部と17個、 地方総会支部が設置されて、総会組織の再行が図られた。終戦処理に伴って、海軍省は順次に縮小解体されていったが、総会部隊は、田村急造大散の指揮下に、副委員長総務部総会課総会幹部と編成し、副委員長閉庁後は、運輸省海運総局の総会幹線部総会下へと移行した。一方で、日本海軍の消滅に伴う、 洋上治安の悪化が深刻化したことから、1948年には、これら旧海軍由来の総会部隊も取り込む形で、運輸省参加の法執行機関として、海上保安庁が設置された。1950年6月1日には、警備級南部から総会課が切り離され、長官直轄の機関として中央に、航路警戒本部、地方に航路警戒部が設置された。 また1951年6月1日の気候改定で全国を9個海上保安区に分割するのに合わせて各管区海上保安本部に航路警戒部が設置され総改定は各管区に分散配備された。この間1950年には朝鮮戦争を受けて日本特別総海隊が派遣された。この総海作業は1名の殉職者を出しつつも 総会兵力が極端に弱体だったこの時期の国連軍からは高く評価され、サンフランシスコ平和条約の条件改善にもつながった。1952年8月1日に保安庁警備隊が設置されると、航路警戒業務はこちらに移管され、各管区海上保安本部航路警戒部の総会艇は航路警戒隊として横須賀地方隊及び舞鶴地方隊に編入された。 総会作業の効率化のため、11月1日には、第1から10総会隊が編成されて、各航路警戒隊に編入され、1953年9月16日には、航路警戒隊が所掌していた業務が、新編の基地隊、基地警備隊に移管されたことから、航路警戒隊は、発展的に解体された。また10月16日には、第2幕僚幹部及び、 各地放送幹部の航路警戒部が廃止され、警備部に総会課が置かれた。1954年7月1日に警備隊から解消されて、海上自衛隊が誕生し、3ヶ月後の10月1日には総会官総日丸、総会官総久島る、総会艇、誘ー取と、旧海軍以来の総会艇7隻をもって、長官直轄の部隊として第一総会大軍が編成された。 新編時編成1955年1月18日には、ブルーバード級1隻を受領して、ヤシマとして、最終駅させたほか、3月15日には、アルバトロス級7隻を受領して、第11.12総解体を編成した。またその後、ブルーバード級をさらに3隻受領したことから1956年1月16日には、第21総解体を編成。 アルバトロス級2隻が追加されて1959年10月1日には第13総改定が編成された。また、昭和28年度からは、あただ方を短所として国産総改定の配備も開始され、昭和29年度から建造された1号型は第101総改体を編成した。昭和30年度から建造されたカサド型26隻は引退するかし、 共予定を代替して、第32から40総会体を編成し、総会体軍の主力となった。これらの施策により一個体軍としての規模が限界に達したことから、1961年9月1日、第2総会体軍が編成された。編成この機会に、護衛艦隊と同格の総会艦隊を設置する案も検討されたものの、これは実現せず、業務総会に責任を持つ、 第一総海大軍はそのままで、新設の第二総海大軍は自衛艦隊に編入されて、機雷戦の研究開発と教育訓練の全般調整を担当することになった。しかしこの時期、残存する危険海面の一層が計画され、西日本を基地とする第一総海大軍と共に、東日本を基地とする第二総海大軍も業務総会に投入された。 総海面積をおおむねクリアした1969年3月には第一総海大軍も自衛艦隊に編入された。この間、機雷相当の必要から各地方隊に水中処分隊の編成が進められていたが、1965年には総海大軍司令部にもそれぞれ7名編成の水中処分班が設置された。また、昭和51年度から建造されたは、島型では、 遠隔操作の無人潜水機である75式、機雷処分具 S-4 が搭載された。同型の収益とともに、第11総解隊以下10番台の隊が復活して、各総解隊軍に配属され、40番台の隊は地方隊へ、また30番台の隊は支援船へと、世代交代が進んだ。編成1970年代より、ソビエト連邦軍は、 対戦機雷の開発を進めていたが、海上自衛隊では、特に、文後水道、浦賀水道の2つのチョークポイントに機雷を設置された場合、それぞれ、呉基地の第一潜水隊群、横須賀基地の第二潜水隊群の活動が大きく、成中されることから、新進度の対戦機雷への対処能力の整備は、非常に切迫したものとなった。このことから、61中規模で、 中心土域での嫌い対処能力を備えた、宇和島型と深々と嫌いに対処するための八重、山型が建造された。一方、1991年の自衛隊、ペルシャ湾派遣は、戦後初の人任務のための海外派遣であったが、内閣総理大臣からは自衛隊初の特別賞状を受賞。諸外国海軍からも高い連動を称賛されるなど、国内外から高い評価を受けた。 しかしこの派遣を通じて、欧米と比べると、機雷相当能力の機械化、自動化が大きく立ち遅れていることが痛感されたことから、零散中規模より、宇和島型の設計をもとに、イギリス海軍のサンダウン級機雷相当艇のシステムを導入した菅島型の建造が開始された。従来の総海底の建造費が50億円程度だったのに対し、同計では146億円と、 三倍近くに跳ね上がった。この時期、護衛艦や潜水艦など、その他の装備品の価格も高騰する一方、日本経済は安定成長期後の低迷期を抜け出せずにおり、防衛予算の抑制が求められたこともあって、結果的に総海艦定数のさらなる減勢が図られた。08中規模では、従来に壊った総海大軍が一個に集約され、 量的には削減される一方、2個総解大軍に分散していた司令部要員を統合して、軍司令部幕僚長の新設や、幕僚の増員などで人容を強化するとともに、機雷戦術や水路調査に関するデータを管理して、大気雷戦の作戦支援を行う、総会業務支援隊を新設するなど、質的には向上が図られている。これに合わせて、A 称が、 マインスイーパーフロッティラからマインボーフェアフォースに変更され、平成17年度からは軍司令職も指定職商法配置に格上げされるなど、護衛艦隊や潜水艦隊と同列で自衛艦隊を構成する4つの艦隊の一つとなった。編成2013年5月、陸上自衛隊の西部方面普通科連隊とともに、海上自衛隊がアメリカ海軍、 海兵隊のドーン・ブリッツ13演習に参加した。この時点では、護衛隊軍と総海隊軍のいずれが、水陸両用作戦を担当するかが定まっておらず、演習参加艦艇のすべてが、護衛艦隊所属だったことから、第2護衛隊軍司令が、日本側の訓練統制官となった。しかしアメリカ側のカウンターパートとなる第7、艦隊では、水陸両用作戦を担当する。 CT 界76が対機雷戦部隊と上陸戦部隊を一括して、霊下に収めていたことから、日米の連携を図る面からは、日本側でも同様の体制とする方が合理的だった。また2011年の東日本大震災に対する支援活動において、総会部隊である第4開催部隊は、喫水が浅く、小回りが利く上に、機雷探知機で水中異物を、 発見回避できるという特性を活かして、湾内部各まで侵入し、捜索や物資輸送など、救援活動に活躍していた。総海大軍では、2013年春より護衛艦、ヒューガで水陸両用船に関わる実証などの下準備を開始しており、8月9日には、総海大軍が水陸両用船を担当する準備を完了したことが報告された。 9月には総会大軍に療養船爆量が配印されるとともに、陸上自衛隊からの連絡官の派遣を受けた。2015年には、総会大軍司令の指揮下で、ドーンブリッツ15演習及び米国派遣訓練に参加し、サンディエゴ及び同近海にて、米軍、陸上自衛隊とともに、当初防衛訓練等、水陸両用作戦に係る一連の行動及び、 水陸両用作戦に係る式爆料活動を実施した。2016年3月には、ドーンブリッツ13演習で日本側の訓練、統制官を務めた、湯浅海将補が、総解体軍司令に着任。そして7月1日には、第、またこの機会に、軍直轄艦及び、第51総解体が廃止され、第1総解体を改編、第3総解体が新編された。 このように、水陸両用作戦への対応が進められた結果、当初は20名弱だった、爆僚組織は、総勢50名以上にまで増強されている。そして2018年12月18日に、閣議決定された30対抗では、同対抗艦政治には、MSCMSO は、経営12隻に厳正し、これを補うため最上型護衛艦に、機雷戦機能を付与して、 所定の機能を担保することとされた。総会官邸6個体と30回回 M7 個体を2個群に編成することとされている。2020年10月1日、部隊改編により、総会官邸艇湯下島、長島が助籍席となり、第101総会隊を廃止。総会業務支援隊を廃止し、水陸両用船、機雷船戦術支援隊、a 省 アンフィビウスマインウォーフェアセンター、英略省、アムワックを新編。胴体は、従来の総会業務支援に加え、水陸両用船に関する戦術開発や、機雷相当機能を持つ、新型護衛艦、FFM 乗員への教育訓練なども行う。また、総会大軍司令部は船越地区に完成した、自衛艦隊司令部の新庁舎、海上作戦センターに移転した。 編成、ありがとうございます。